私の名前は森山春、普通の会社員だ。住んでいるのは地方都市だけれど、生活するには車が必要だけど、私はまだ免許を取っていない。お前ももう取らんとな。うん、父は大の車好き、しかも結構マニアックで、小さな頃から家族みんなでドライブに行くのが好きだった。父は車好きだから汚すなとか言う人ではなく、私や弟がいくらお菓子やジュースをこぼしても何も言わなかった。ただ昔からこんなことを言っていたっけ。いいか、うち以外の車を乗るときはきちんと礼儀正しくな。成長してからは。遠くまで乗せてもらったらガソリン代や高速代は払うんだぞ。乗せてもらってるっていう気持ちは忘れるなよ、と年齢に合ったアドバイスもしてくれた。そんな父が大好きだったし、私自身もドライブするのが好きだった。ただ自分がやるとなるとまだ勇気がなく、免許も取ろう取ろうと思ってだいぶ月日が経ってしまった。そんなことを友人に話したら、なんと一人の男性を紹介してくれた。それがケンだ。俺もドライブ好きだからさ、今度一緒に行かない？本当？ありがとう。こんな感じでデートに誘われ、私も楽しみにしていた。しかし当日。俺が運転するのはもちろんだけどさ、春はその対価として何をしてくれるの？男女平等だからな。え、対価？会うなりそう言われて言葉を失った。あれほど父に教えられたし、運転してもらうのだから、私は言われるがままにお金を払うことに。これからドライブするとき、ガソリン代は全部負担してもらうからね。当たり前だよね、君は乗ってるだけなんだから、男女平等に。それは、うん。ドライブが始まる前にガソリンスタンドで満タンにしていく。まだそれはわかる。高速も駐車場料金も全部頼むよ。え、これだけでなく、運転時の休憩用の飲み物やおやつ代もみんな私が負担。しかも彼は車持っていなかったので、私の家から借りてた。最後に運転のお礼を考えておき、行った先での食事をおごったり、贈答のお菓子を持ってこいとか。その上でしつこく、運転してあげてるんだから対価として何を返してくれるのかな、と言われる。しかも彼氏が行きたい場所に行くだけのドライブ、なんか余計な考えばかりが浮かんで、ちっとも楽しめなかった。いやー、楽しかったよね。そうね、あれほど好きなドライブだったのに、早く帰りたいと思ったのは初めてだった。私は家族としかドライブに行ったことがないし、普通はこんなもんなの？と悩んでしまう。決定打になったのは2回目のドライブだ。その日は祝日で、どこも人がいっぱい。サービスエリアでもなかなか駐車場に空きがなく、なんと彼がバスや大型トラック専用駐車場に乗用車を止めたのだ。ラッキー、こっちの方が止めやすくて楽なんだよね。ちょっと、そこは大型トラックなど、ここにしか止められない方の迷惑になるからと丁寧に伝えても聞かず、非常識で運転が下手なだけだとやっと気づいた。私はまだ免許もなく、移動できないのを知っていたので。あー、聞こえない、腹減ったな、と入っていったのが許せなかった。というか呆然、信じられない。助手席にいるだけなんだからさ、いちいちドライバーに文句つけるのは気持ちが良くないからダメ。その後観光地に着いたが、もうこんなやつの車には乗りたくないと思った。帰りは電車で帰るね。車は家にきちんと返しておいて。は？帰りの高速代とかは？自分で出して。おいおい、ふざけてるの？俺が運転してやったのに。対価は？あんたに払うもんなんてないよ。無視してさっさと帰った。スマホがずっと震えっぱなしだったが、それも仕方。先に家に帰ってから1時間遅れて彼が車を返しにやってきた。おいおい、なんで？ん？車を返しに来たのかね？あ、はい。父にはすでに話していたので、わざと対応に出てもらった。私かと思った彼は急にヘラヘラ。また誘います。お礼も言えないのかな君は。ありがとうございます。すごく嫌な顔をして帰っていった。あまりにも失礼すぎる。友人にもこのことを話したら、ひたすら謝ってくれ、連絡も無視していいと言ってくれた。もう自分で免許取りに行こう。そうしなさい。父が背中を押してくれたのもあり、私はついに教習所へ。その間も彼からは、なんで連絡しないの？俺とドライブしたくないの？失礼じゃん、対価も払わないくせに、なんて身勝手なメールや LINE が来ていた。付き合ってもないのによくこんなことが言えるなとうんざり。
教習所でたまたま先生にこの話をしたら。別れて正解ですよ。そんなのはドライバーの風上にも置けない最低のクズですと断言してくれた。お互い気持ちよくドライブしないといけませんよね。車ってのは便利だけど狂気でもありますから。そうですよね。通い続け、仮面それから本面も無事合格。私はついに車を運転ができるようになった。しばらくは家族の誰かを隣に乗せて走りなさい。うん。最初はお父さんお母さん、そして弟と何回も運転し、ようやく慣れてきた。近くのスーパーに連れて行くとか、ちょっと遠めのレストランに行くとか、慣れたら一人で気ままに行くあてもなく運転したり。自分で運転すると気楽に乗れることに気がついて、一人ドライブも楽しくなった。やっとそう思い始めた頃、彼がドライブの誘いをしてきた。そろそろドライブしたくなってきただろう。ずっと無視してきたけれど、私にはある考えが浮かんだ。いいよ、行こう。でも私が運転してあげる。車も買ったから。え？免許取ったの？うん。すっとんきょうな声を上げる彼、まさかと思ったんだろうな。貯金ですでに新車を買っていたし。それで待ち合わせは駅でいい？迎えに行けばいいのね。うわ。彼ももう引くに引けないだろう。私はその日だけ新車ではなく父のマニアックな車を借りた。後ろに父を乗せて、最初は一人で行くつもりだったけど、どうしても父が行くと言って聞かなかったのだ。まあこれからすることに逆ギレして何してくるかわからないしね。当日後ろに父がいて、彼は真っ青になっていた。しかも車はえらくごつく、私みたいなペーペーが乗るようなものではない。なんだ、すごいのを乗ってるな。父のなの、借りたんだ。よろしくな。君かなり運転好きなんだって？運転するかい？いえ。ああそう、私が運転でいいのね。じゃあ対価として何をくれるの？準備してきた？そう言われるなんてみじんも思っていなかったのか、ブルブル震え出した。早く乗って、ガソリン空っぽになりそうなの。入れなきゃいけないから、もちろんよろしくね。いや、それは。どうして？運転してくれる人には対価を払うんだよね。そんなルールがあるのか知らなかった。ぜひ拝見したいな。それじゃあ行くね。無理に乗せて出発。まずは宣言通りガソリンスタンドへ。レギュラー満タンで。お金よろしく。対価だよね。持ってない。はあ？なんで？私が運転するって分かってたよね。対価は？私と父はわざとらしくびっくりする。小さくなる彼。はあ、仕方なく私が払った。ドライブが始まり、父と走りながら景色を楽しんだ。その間もずっと彼は黙ったまま。あれ、飲み物は？小腹も空いちゃったな。ないの？買ってきてるのだと思った。予想通りというか、彼は特に何も準備していなかった。お金すら。運転してるのは私なのに、全ておごってもらうつもりでいたなんて、対価どころの話じゃないでしょ。ここでただのたかりだったんだなとやっとわかった。父がいるからかろくに喋らないし、女の子など立場の弱い人からお金をせびってただけの人だったんだ。それから昼食や高速代も出すように言うけど、同じ答え。ないとボソボソ呆れ返った。どうして私が助手席にいるときはあんなに対価対価言ってたのに、いざ自分が運転しないときは何もしないの？どういうつもり？そもそも対価って考え方は何かね。そりゃね、乗せてもらってる方は楽だな。確かに高速代やガソリン代は出してもいいかもしれない。だが限度ってものがあるだろう。君はどこまで対価とやらを求めるつもりだね。ドライバーとしても、今までの人生を歩んだ大人としても、先輩の父にそう言われ、ただただ彼はうなだれているだけだった。私は昔から父にドライブに連れてってもらったけど、あなたとのドライブは本当につまらなかったよ。つまらないって？だって対価のことばっかり言うし、これから人を乗せるならやめた方がいいよ。マナーとか常識ももう一度学び直したら。一応ドライブは最後まで行い、彼を駅まで送っていった。そこでやっと、あのお金と言ってきたものの、もう関わりたくもなかったので断った。払わなくていいから、常識学び直すまで車乗らないで、危ないし。
ダメ押しで言うと、とぼとぼ改札へ向かって行った。言い過ぎたかもしれないけど、私が言わなければ俺が言っていたと父も鼻息を荒くしていた。家に帰ってから証拠りもなく、父親連れてきて何なの？俺は運転下手じゃない、うまいから対価を払わないなんて反省の色なしのラインが入ってて笑ってしまった。父の前では言えなかったんだろう、あまりの器の小ささ。付き合わなくて本当によかった。ううん、下手だよ、二度と乗りたくない、自分の行きたい場所にしか行かない主戦度じゃんと包み隠さず返信してやったら、それ以降連絡は来なかった。その後友人から聞いた話だが、私の後に他の女の子を誘い、証拠りもなく同じようなドライブをしたみたいだった。そこでなんと接触事故を起こしたらしく、なんと免停になった。サービスエリアで行っていたようなこと以外でもいろいろやっていた模様。乗っていた女の子も彼の両親も大激怒、もう二度と車に乗るなと制限されているらしい。ちなみに友人内でも、あいつの運転はやばいと噂が回り、誰も一緒に出かけてくれなくなったとか。なんでだよ、俺とのドライブなんでみんな断るんだよ。そう嘆いているみたいだけど、親が怒ってるんじゃ当分は運転なんてできないだろうね。教習所にもう一度通い直した方がいいだろう。私の方は少しずつだが腕を上げ、今は私が運転して家族をドライブに連れて行っている。乗せてもらってる方もいいもんだな。でしょ、これからは私も運転するからね。母も弟も喜んでくれて何より。一人でするドライブももちろん好きだけど、家族で楽しむドライブもやっぱり好きだ。運転は常識と思いやりを持ってやらないとね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。